人が呼ぶ、地が呼ぶ、人が呼ぶ。夏目さんが私を呼ぶ。呼んでないよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さてことで、総研山への扉を探そう。はい、ナビワン。はい、ナビワン、ちゃんとナビしていってくださいまし。あれよね、サーチすればいいって言ったやっけ。そうすれば見えると。どこ？見えなくね。近すぎて見えないとか。ん？お、あーそこか。めっちゃ遠かった。すげえ遠かった。扉の前まで行ってよ。お、D、不思議な扉を見つけた。初めてやん、このランクがついてる扉くぐるの。これが風景の扉だよね。なんか近づきがたい雰囲気出てるんですけど。 D って書いてあるな。どういう意味なんだろうこれ。やれやれ、様子を見に行って正解しちゃったわい。お主ら扉が開かなくて困っとるんじゃろ。まあまだ開く開かないの段階まで行ってないけどね。おばばさん、これって何なんですか。うん、そいつはウォッチロックといってな、妖怪ウォッチのランクで解く封印なんじゃよ。ランク？何みんなそんなことも知らないの。妖怪ウォッチの強さというか格というか、まそんなようなものじゃな。ケータはわかるよね普通に。お主らの妖怪ウォッチはまだまだひよっこ、 E ランクといったところか。入れんやん。そしてこちらのウォッチロックは D ランク。うん、ランクを一つ上げさえすれば通れるじゃろ。ランクを上げればこうしたロックをパパッと消し去ることができる上に、うん、もっと強い妖怪に出会えたり、不思議な出来事に巡り合えるようになるのじゃ。ウィス、おばばさん、妖怪ウォッチには詳しいんですね。もしやウォッチの改造もできてしまうのでは。いやいや、さすがにそれは無理でしょう。時計屋さんでもないんだし。へへ。おっと、そこんとこは心配いらないぜ。おばば、こう見えて機械いじりが得意なんだ。そういう、できちゃうの。ドーンと任せておけ。ただし一つだけ試練を受けてもらうがの。なになになに、試練ですか。いかにも。うん、ウォッチのランクを上げるということは、おにしら自身の格もそれに見合わねばならん。とかケータはさ、もう毎回毎回ゲームのたびに何ランク落ちてんの。上がったままでいろよ。簡単に言えば、おにしらの強さを妖怪たちとの戦いで示してこいということじゃな。うん、さあ、長々と説明したが、大体分かってもらえたじゃろう。わしの試練はちょっぴりハードじゃ。覚悟を決めたらまた声をかけなさい。まあ、言うて D ランクやけんね。頼み事クエストをやってみよう。キークエストをクリアしてストーリーを進めよう。ってことで、クエスト。あ、そうなんよ。ガラクタおじさんの怪しい取引、これ多分クリアできると思うよね。持っていきたいな。まあ、ついででいっか。D ランクへの覚悟。何これ、エンドレスわがまま。まあ、とりあえず D ランクへの覚悟。風景の扉のウォッチロックを解くには、ウォッチのランクアップが必要なようだ。霧立神社にいるおばばから試練を受けよう。このクエストの目的地ナビを行います。じゃあ、これで。おばばー。クエストを受けます。わしに声をかけてきたということは、試練を受ける覚悟ができたということじゃな。風景の扉のウォッチロックを解くには、ウォッチのランクアップが必要なようだ。ほぼのハードな試練を見事に乗り越えて、ウォッチを強化してもらおう。ランク D 目指して2度挑戦だ。受けます。ガシャコインがもらえる。ふん、良い心がけじゃ。ではちょっぴりハードな試練の内容を伝えるぞい。さっき言った通り、今回お主らにはとある妖怪と戦って強さを示してもらう。その名も、謎の妖怪 M。なんか微妙に弱そう。謎の妖怪 M は小学校の校庭でお主らを待ち構えておる。さあ、早速小学校に行って、謎の妖怪 M をやっつけてくるのじゃ。何 M って。D ランクへの覚悟発生。クエストを進めてみよう。ミッチーとかやったりして。それはないか、さすがに。
あーごめんね。なんなの、詰まるの、すり抜けないの。そういう感じなの。ごめんね、邪魔しちゃって。ここか、行くぜ行くぜ。よいしょ、ラッキービー。あ、すぐそこやけんさ、あのガラクタおじさん。じゃあ一回こっち寄るね。私ちょ待って、ガラクタおじさん。あ、どうも。ああ、君よく来てくれたね。新しいコレクションの素材は集まっているかい？必要な材料は E ランクのプチコンが3個だ。あるはず。うん、はい、持ってきましたよ。 E ランクのプチコンを3個で渡した。おお、これだよ、これ。これがあれば新しいコレクションが。怖い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 。あの、大丈夫ですか？大丈夫だよ。ちょっと笑いが止まらないだけ。ふひ、絶対怪しいよ。明日になったらもう一度来てくれるかな。その間に開発を進めておくから。本当に大丈夫かな。一日で開発できるものとは一体。恐ろしい。とりあえず明日になったらまた。あ、いたいた。どこ？桜木ヒルズか。で、桜本町第一小学校。あ、そっち。あー、そういえばなんかこの近くに学校あったな。あったな。私あのこの辺のさ、あの前に来た扉の中でレベル上げとかしよったけん、そこの学校のキューピーを使って回復とか結構しよったんよね。ミッチーやん、やっぱり。マジで？本当に？が呼ぶ、血が呼ぶ、人が呼ぶ、夏目さんが私を呼ぶ。呼んでないよ。愛の戦士ミッチー剣山。驚いただろう。私こそが謎の妖怪 M の正体なのだ。私が頼りになるナイスガイなのはわかるが、メインメンバーから外してくれたまえ。そうしたら試練を開始しようではないか。めんどくせえな。メンバー編成で、何、ミッチーを外す。え、外して、待ってよ、誰入れよう。なんかね、ランクがね、低いのしかおらんねよね、今のところ。この M って書いてるのが入れとる子ってことやろ。だってもう多分そうなん、ミッチーなんよね。ミッチーなんよね。引きこもりぐらいしかおらんやん。でも引きこもりでいいよ。じゃあこれでいくね。よし。何？もう一回？もう一回言うの？なんだろう、このウィスパーみたいながっかり感。さあ、選ばれしウォッチ使いたちよ。そして、愛しの夏目さん。このプリティでビューティフルでストロングで、マーベラスなスーパーヒーローミッチーを打ち倒し、その強さをここに示してください。行くぞ！とぅ！どこから飛び降りたの今。はい、来たミッチー。はい、来たミッチー。バトルスタートー。ゴーゴー。痛い。ちょ、思った以上に強いんだけど、やめてくれる？結構ね、レベル上げの時にスキルの振り分けやったりとかさ、あのこの何、技とかもパワーアップさせたりとかいろいろしたんだけど、あと妖怪たちの編成とか。あ、シャドウサイドに。お、必殺ゲージマックスやろ。メラメライオン。あれ、ちょっと待って、シャドウサイドで、メラメラ獅子合剣。はっ、いいね。はい、ケータに変わる。はい、ケータに変わる。なんでバク出てきたかって。普通に出てこなくていいよ。イエーイ、楽勝。メラメライオン強い。ミッチーボロボロやん。見事だ、ウォッチ使いたちよ。そして夏目さん、戦ったのケイタだけどね。このスーパーヒーローミッチーを倒したのです。
胸を張ってウォッチを強化してもらってください。さあ、おばばさんの元に帰るのです。私のことは気にしないで。どうやら、私はここまでのようです。いやいやいや。私の生涯に、一片も悔いなし。がっく。いいよ、そういうの。さあ、夏目さん、頑張って力つけて私に熱い励ましの言葉を。あ。何か言ってあげて。かわいそう。無言で去っていく。あれはほっといていいんですか？でも、めっちゃ倒れたまま。いいんじゃない？冷たーい。さあ帰りましょう、おばばさんのところへ。夏目さーん。かわいそうにみっち。はっ、よいしょ。おばば、倒してきてよ、みっち。よいしょ。いくらおにぎり。なんかアイテム落ちすぎて買う必要ないよね。よくやったのう。その容赦と、どうやら無事に謎の妖怪 M を倒したようじゃな。では早速お主らにウォッチを強化してやろう。だ。おばばはみんなの妖怪ウォッチを扱った。おお。そうじゃケータ、お主のウォッチもエルダにモデルチェンジせんか。エルダ、そんなことできるの？それができるのじゃよ。まあさすがにそれなりに時間はいただくかな。ありがとう。それは現代に戻っても使えるの。ふっ、おばさんお願い。なんか最新すぎる技術にならん。ケイタは妖怪ウォッチを手渡した。いや、むしろケイタがそれを持ち帰ることによって広まったりとか。ふ、うん、任された。ではしばし待っておれ。できたぞい。これで全員分のウォッチの強化は完了したぞい。ありがとう、ババ。妖怪ウォッチのランクが D に上がった。そうそう、お主にはこれじゃな。ケイタは妖怪ウォッチエルダに機種変更した。機種変更。うん、携帯とか、そんな感じやね。すごいですよ。やりましたね、ケイタくん。これで現代に帰ったらめちゃくちゃ自慢できる。Dランクの妖怪ウォッチエルダは必殺技も使えるようになるみたいですよ。本当に？それじゃあ私も必殺技が使えるようになるわけね。人間もってこと？ケイトは必殺技みんな変化、アタックを使えるようになった。夏目は必殺技みんな変化、ガード。ん？名前一緒やのに、効果が違う。も使えるようになった。うん。あれ？もう一人は？さあ、これで D ランクのウォッチロックも突破できるはずじゃ。その先にはさらなる危険も待ち受けるじゃろ。夢夢気をつけてな。D ランクへの覚悟、バッチリ解決。いいね。え、別にあれよね。トーマも普通にランクアップしてるんでしょ？必殺技は強すぎてない？よくやった。ほう、双剣山を包んでいて霧の結果を解いたか。ご苦労だったな、同血。これでようやく新たな妖精剣朱雀蒼天山を手に入れられます。いや、こっちが先に。そうだな。お前のアシュラ豪炎丸と合わせてようやく2本目か。不動雷鳴剣を人間の小僧から奪えなかった失態はひとまず忘れてやる。ハルヤ様。面目ございません。私どもはあのものを侮っておるなした。仲間を守ろうという決意から来るあの力、月並みトーマはすでに我らの脅威です。姫を探すよりも先に妖精剣を集めなければならんとはな。はい。いずれにしても妖精剣はすべて我らの手中に収めなければなりませんゆえ、奴らから不動雷鳴剣を奪うためにもまずは双剣山の妖精剣を手に入れましょう。はっ。ハリア様、私もお供させてくださいませ。愚か者め。うるさいぞ、フクロウ。貴様はもう戦略外だ。待ってください。そんな、ハリア様、どうかお許しを。その名前で何度も呼ぶな。俺の真の名を忘れたか。誰？あ、全然違う。お前にはうんざりだよ。今すぐ失せろ、この四天王寺の前からな。あ、でも消さんのや、優しい。仲間になるといいよ。さあ、
同月よ、双剣山には俺も行く。剣魔人の封印は波の力では破れんからな。承知いたしました。なんかすごいムキムキになったな。そうじゃな。それとこいつをカイラ様から預かっておる。ウォッチロックを解除したら使ってみなさい。あ、風剣のアーク双剣山を手に入れた。かわいいピンク。ありがとう、ボブさん。うん。最近は怪しげな扉が他にもいろいろと現れているようじゃな。妖怪ウォッチのランクも上がったことだし、気になる場所があれば調べてみてはどうかな。うん、そうするよ。ウィッスー。さて、それではいよいよ双剣山に続く扉へ向かいましょう。なんか私前にね、双剣山はとても険しい山だと言われているようです。何が起こるかわかりません。準備はしっかりしましょう。なんか私ね、赤鬼を倒した時に、多分ね、アークをゲットしたと思うよ。未来、現代、双剣山。え？ないやん。え、全然ないよ。どういうこと？あ、これ？異界のアーク。え？これじゃないんか。でもニューってなってるよね。その先はシャドウタイムへと繋がる。いや、でも、え？どうなんやろ。え？どうなんやろ。あれがゲットしたやつ？別かな？なんかあんな名前じゃなかった気がするんやけど、気のせい。そんな名前やった。ん？あの辺のは一体どこで使うの？なんか専用の扉みたいなのがあるんかな、ちゃんと。どこの扉でもじゃなくて。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってあれなんよね。ガラクタおじさん。あっちもね。なんか一日経過してからまた来てくれって言ったけん、そっちもクリアせんとね。